アメリカ合衆国議会合同会議は、アメリカ合衆国議会の両院が合同で行う集会である。一般教書演説や大統領就任式などの特別な機会に開催される。大統領就任式のための会合は特殊な例であり、公式合同集会と呼ばれるが、両院がその時点で会期中であれば合同会議となる場合もある。合同会議や会合は伝統的に、 会議長の主催のもと、会議場にて行われる。ただし演説の場合、基本的には上院議長たる副大統領が会議議長と並んで議長席に就く。また、憲法の定めにより、大統領選挙の選挙人投票の集計については、副大統領が統括する。大統領は、監習的に各会期の開会後2ヶ月以内に、一般教書演説を行う。 この演説の中で国家の現況に関する評価がなされるとともに大統領の立法上の課題が解説される。同演説は英国の君主によってなされる国王演説を反としている。ただし両者の間には大きな違いがある。立憲君主制の下で国王演説が慣習的に首相によって寄贈されるのに対し一般教書は大統領が主な寄贈者となる。 憲法は、連邦の現況に関する情報を議会に随時、提供する、要大統領に求めているが、その情報が演説と報告書のいずれによって、伝えられねばならないのかについては規定していない。最初の二人の大統領は、議会両院を前にして自ら演説したが、この観光をあまりに君主性的であると考えたとます。ジェファスンはこれを廃止し、代わりに報告書を送付した。 1913年にウッドロー・ウィルソンが個人的に出席して演説する観光を復活させるまでは書面による報告が通例であり、この慣例から逸脱した大統領はほとんどいなかった。憲法修正第12条は議会の合同会議が大統領選挙の選挙人投票を集計し、当選者を宣言すると規定している。同会議は通常、 大統領選挙人集会の直後である1月6日に開催される。修正第20条の施行後は前年の改選結果を反映した審議会で大統領当選者を認定している。1936年以前は改選前の議員で構成される任期終了間際の議会が当選者認定を行っていた。会議は午後1時に会議場で開催される。 現職の副大統領が議長を務めることになっているが、中には上院仮議長が代わりに議長を務めた例もある。副大統領と下院議長は演壇に着席し、副大統領は下院議長席に座る。上院の雑用係は各州の認証済みの票が入った二つのマホガニー製の箱を搬入し、両院議員の眼前にあるテーブルの上に置く。各院は、 二人の集計係を任命し、開票させる。各州の投票証明書の関連部分は、アルファベット順で読み上げられる。各州の結果が読み上げられるごとに議員が異議を唱える、ことが可能であり、その異議に対して、両院議員1名ずつ以上が同調した場合、両院それぞれに分かれて、審議に付される。異議が上がることは稀であるが、フロリダ州での一般投票開票についての紛争が、 あった2000年大統領選の結果を認定する合同会議ではアルゴア候補を支持する会員議員数名から異議が上がっている。この時は上院議員による意義への同調がなかったため副大統領として自ら議事を主催していたゴアが異議を却下している。また2004年大統領選を受けての集計ではオハイオ州の20票がジョージ・ W ・ブッシュに投じられたとすることについて意義があり、 同調者が、両院から出たため、両院で審議を経て、異議を否決した。異議が出ないか、あるいはすべての異議が却下、または否決された場合、議長は投票結果を宣言し、誰が大統領と副大統領に選出されたのか、述べる。その後、上院議員は、下院議場から退出する。合同会議の議題は、通常、一般教書演説、就任演説、 および選挙人投票の集計のほか、以下のいずれかに該当する。議会で演説するウィンストン・チャーチル。1943年合同会議に招かれた、サダトとベギンこれまでに49カ国の外相及び政府首脳が100回以上合同会議で演説した。フランスとイギリス、イスラエルは政府首脳、または交換による合同会議演説を8回行ったが、これは 全国家の中で最も多い。他の上位国はメキシコ、イタリア、アイルランド、韓国、ドイツ、インド、カナダ、オーストラリア、アルゼンチン、フィリピンである。イスラエルのベンヤミン・ネタニアフ首相とイギリスのウィンストン・チャーチル首相は各3回合同会議で演説をしたが、これは他のどの外国首脳より多い。イスラエルのイツハク・ラビン首相は合同会議で、 演説する機会を二度得たが、これは南アフリカのネルソン・マンデラと同数である。日本は2015年4月29日に安倍晋三首相によって行われた一回のみである。小泉純一郎首相も演説の予定があったが、靖国神社への参拝を中止しない意向を示していた小泉をヘンリー・ハイド海外公委員長らが問題視して実現しなかった。 また同盟国でありながら2015年に至るまで合同会議演説が行われてこなかったのは日米貿易摩擦や頻繁な首相交代も理由の一つである。ラファイエット公爵は会員で演説した初の外国要人である。ラファイエットは1824年12月10日に会員議場にて会議の前に演説を行った。国家元首もしくは 政府首脳以外で初めて合同会議で演説した人物はポーランドの連帯の指導者レフバウェンサである。ネルソン・マンデラも1990年に合同会議で演説した。両者とも後に国家元首たる大統領になっている。合同会議に2カ国の要人が列席した令和2回、ある。1978年9月18日。 エジプトのサッターと大統領とイスラエルのベギン首相が、また1994年7月26日には、ヨルダンのフセイン国王とイスラエルのラビン首相が演説した。オーストラリアのジョン・ハワード首相の演説は、当初2001年9月12日に予定されていたが、その前日に起きたアメリカ同時多発テロ事件の影響により中止された。 ジョン・ハワード首相の演説は日を改めて2002年6月12日に行われたが演説の際には9ヶ月前に起きた同テロ事件について語っている。かかるジョン・ハワード首相の演説に対し合同会議はスタンディングオベーションをもって感謝の意を表した。後にジョン・ハワードはこの出来事を感動的瞬間だったと語っている。すべての外国首脳は 一般教書演説時の大統領と同様の方法で議会に公式に紹介される。一般教書演説のほか大統領は特定の主題に関する演説を議会に対して行う。初のこうした演説は米仏関係に関してジョン・アダムズによってなされた。こうした演説の主題として特に多く取り上げられるのは経済、軍事、外交政策などの諸問題である。 ウッドロー・ウィルソンは一般教書演説を行う伝統を復活させたほか、ジョン・アダムズ以来初の特定の話題について議会で演説した大統領となった。彼はこうした演説を他のどの大統領よりも多く言った。合同会議に対する最終演説を得ようとするマッカーサー陸軍大将、海軍大将その他の軍指導者による演説を聞くために、 合同会議が時々召集される。最も顕著であるお礼は、ダグラス・マッカーサーによる議会への国別演説である。彼は、演説を終える際、とある古い軍歌の一節を引用した。老兵は死せず、ただ消え行くのみと。さらにこう言った。この歌に出てくる老兵のように、私も今、軍人生活を終え、ただ消え行くのみである。私も、また、 神から賜った光によって見せられた己の義務を果たそうとしてきた老兵なのである。さようなら。宇宙開発の開始当初、合同議会が6回開催され、宇宙旅行を終えた宇宙飛行士の演説が行われた。死亡した大統領、または元大統領の追悼式を行うために、合同会議が9回開かれた。また、ジェームズ・シャーマン副大統領とラファイエット公爵を、 追悼するために議会が開かれた。歴史的出来事や大統領誕生日などの記念日を祝うために議会が開かれることがある。最初の事例は、ジョージ・ワシントンが初めて大統領に就任した1789年から100周年を祝う式典であった。フランクリン・ディ・ローズベルト以来、各大統領の出生100周年を祝うため議会が開かれた。例外は、 リンドン・ジョンソン政権期である。フランクリン・ディ・ローズベルトの新自案演説2001年の911、テロを受けての合同会議に招かれた英国首相。前列には他に、大統領夫人、ペンシルベニア州知事、ニューヨーク市長が並んでいる。その1時間足らず後に、議会は日本に対して正式な宣戦線布告を発し、合衆国は第二次世界大戦に、 正式参戦した。この演説は20世紀で最も著名な米国の政治演説の一つとされている。ありがとうございます。